さあでは肩こり解消ヨガのレッスンをスタートします。スタジオの方はブロック2つ使います。オンラインの方は、ブロック2つお持ちの方は手元に用意してください。ない方はなくて大丈夫です。さあではね、近くにブロックを置いた状態で仰向けになりましょう。さあではかかとをお尻に近づけて、足は縦膝腰幅です。ではスタジオの方はブロックを内ももに挟みましょう。少し腰回り背骨を動かしていきます。ブロックない方はそのまま足縦膝の状態で大丈夫です。お尻を床につけた状態で吸いながら背中の後ろにトンネル作ります。背骨上にぎゅーっと引き上げて、吐いて背骨床にぎゅーっと押し当ててトンネルを潰していきます。吸ってトンネル作って、吐いてトンネル潰して、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 背骨をしっかり動かしましょう。吸ってトンネル作って、吐いてトンネル潰して、さらすと吸ってトンネル作って、吐いてトンネルを潰します。背中床にぎゅーっと押し当てます。ではスタジオの方ブロックを外しましょう。このまま左の膝の上に右のふくらはぎ、上からふくらはぎ揺らします。ふくらはぎぐりぐりマッサージ、足の疲れやむくみをね取っていきましょう。座りっぱなしの方や、あとね足が冷えやすい方、しっかりと血行を良くしていきます。そう、真ん中でストップします。では足の甲をぎゅーっと伸ばして、かかとをキック、つま先伸ばして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 かかとをキック、足首回します。くるくるマッサージ、そう反対回りしましょう。大きく反対回り、そうではゆっくりと戻します。反対側行きましょう。右膝の上に左のふくらはぎ、上からぐりぐりマッサージ、足の疲れむくみを取っていきます。そう、手首真ん中でストップしましょう。つま先前、足の甲をギュッと伸ばしてかかとをキック、つま先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 伸ばしてかかとをキック、足首回します。くるくるマッサージ、反対回り、そうでゆっくりと戻して縦膝、左の膝の上に右のかかとを乗せます。右手で右膝を軽く前に押しましょう。左の膝を胸元に引き寄せて、さあ両手で膝が抱えられる方は抱きしめながら、お尻の外側、股関節伸びてるな、気持ちいいなってとこで呼吸します。そうでゆっくりと戻しましょう。反対側いきますね。右膝の上に左のかかと、左手で左膝を軽く前に押します。右の膝を胸元に引き寄せて、両手で膝を抱きしめたら、お尻の外側、股関節伸びてるな、気持ちいいなってとこで呼吸です。
そでゆっくり戻して一呼吸しましょう。さあでは膝を丸めて背中腰周りコロンコロンとマッサージ。足が前後に動かせる人は足を前後に振りながら、足の裏つけずに起き上がれる方はバランス取りながら起き上がってきましょう。そう、そのまま膝を胸元に引き寄せて足直角にします。背中しっかり伸ばしましょう。ナバーサナ、船のポーズ。もう一ついける方は手を離してお腹使います。さあもう一個いける人ピースサインで足の親指持ちましょう。さあこのまま足を伸ばして太ももの裏側ふくらはぎ伸ばして船のポーズ。そうできるとこでいいですよ。手でね押さえてて大丈夫です。さあではこのまま足がパカッと開ける方開いていきます。手で指先引っ張りながら背中をもう一つ伸ばしてみましょう。そう足の裏側と裏側をくっつけて膝は浮いてて大丈夫です。両手で足の外側を持ちます。吸って背骨引き上げて前を見て吐いて前屈バタッコナーサナ。股関節がの気持ちよく開いてるなってとこで前屈。そうでゆっくりと起き上がってきて一呼吸しましょう。さあでは両手で足の外側を持ったらそーっと足をクロスしてお尻のお肉をかき分けます。さあでは座りやすい体勢で座っていきましょう。肩周りねほぐしていきます。では最初両手を肩にタッチしましょう。肘を下からすくうように大きく回していきます。ストップしましょう。では今度両手を後頭部の後ろ、手で頭を軽く首の付け根をキュッと掴んだらそのまま手で頭を持ち上げるようにしながら、そう胸のてっぺんも天井に開くように、そう、そのまま頭を軽く持ち上げた状態で肘を後ろにぎゅーっと開きます。胸が開いてますね。この時に腰は反らないように気をつけましょう。お腹ちょっと力入れときます。そうでゆっくり吐きながら今度は背中を丸めてゆーっと背中の後ろ伸ばしていきましょう。丸くなります。そうもう一度吸って開きましょう。もう一つ頭持ち上げて胸天井、そう吐いて背中を丸めます。そうもう一度吸ってアップして胸開きます。胸天井吐いて下ろして、さああと2回いきましょう。吸ってアップします。さあ頭持ち上げて胸開いてぎゅーっと腰反らないようにお腹ちょっと締めておきましょう。吐いて丸めて、ラストもう1回吸って胸を開いて肘開く、胸のてっぺん天井、もう一つ肘後ろ胸開きます。もう一個肘後ろに開いて胸開きます。腰反らないようにお腹締めたままこのままそーっと手を離しましょう。今度肩甲骨と肩甲骨後ろでぎゅーっと寄せるように、そう手を元の位置後ろに戻します。もう一度後ろにダウン、そう上に戻して、もう一回後ろにダウン、上に戻して、そう後ろにダウン、そう戻して、後ろにダウン、そう戻して、そう後ろにダウン、そう戻して、後ろにダウン、そう戻して、後ろにダウン、そう戻して、ラスト後ろにダウン、そう戻します。もう一度肘を開いて胸開いて天井ぎゅー、吐いてリラックス。さあでは左手で右の耳をつかみます。吸いながら背骨をぎゅっと引き上げて、吐いて手の重さを使って首のライン気持ちよく伸ばしましょう。首筋が伸びてるな、気持ちいいなっていうところで呼吸です。
もうこれじゃ頭が倒れないなってとこで右手を横に伸ばしてみましょう。手とね、耳がね、離れてきますね。手のひらくるっと天井です。そのまま頭を斜め下、手を斜め後ろ、頭もう一度斜め下、手を後ろにスライド。さあもう一個頭斜め下、手を後ろにスライド。今度この右手をお尻の方に下ろします。さあお尻の方に下ろせたら頭をくるっと天井に向けて、そこから少し顎を引くように、うなずくように、うんうんとマッサージ。自分で気持ちいいところ首筋伸ばしてみましょう。そうでゆっくり戻して、吐いてリラックスです。反対側いきましょう。吸って背骨引き上げて、吐いて耳と肩遠ざけます。手の重さ使って首筋気持ちよく伸ばして、手を横に伸ばして、そこから手のひらくるんと天井。そう腕を斜め後ろ、頭斜め下、手後ろにスライド、頭斜め下。さあ手後ろにスライド、頭斜め下です。手をぎゅっと引きながらお尻の方に下ろします。そこから行ける方は頭くるんと天井に向けて、そこから少し顎を引くようにうなずきながらマッサージ。そうでゆっくりと戻して、吐いてリラックスです。そうでは右手をアップしましょう。吐いて体側脇腹ぎゅーっと伸ばして、そう戻します。反対側いきましょう。左手アップ、吐いて体側脇腹ぎゅーっと伸ばして、そう戻します。さあもう一度右手をアップ、吐いて体側脇腹伸ばしたら一度お尻を上げます。手が遠くいきますね。手ここに置いたままお尻だけ下ろしてみましょう。脇がもう一個伸びます。そこから腕を胸を開いて天井。さあ胸のてっぺん天井にキュッと引き上げて、肩の付け根から腕を後ろにブラーンとぶら下げます。もう一ついける人、手のひらをパーッと開きましょう。指をいっぱい開いたら手首を天井にギュッと引き上げるように、手のひらで天井を押すようにギューッと、そして親指の付け根をもう一つ上にギュー。肩周りがね、熱くなってきます。ちょっと我慢して、ここで呼吸。そうでゆっくりと戻して、肩の血の流れ感じていきましょう。反対側いきます。左手を吐いて体側脇腹ぎゅーっと伸ばして、そう、そのまま胸を開いて天井。そう、腕を肩の付け根から後ろにブラーン。一回お尻、ごめんなさい、お尻を上に上げて手を遠く、でここから手を置いたままお尻を下ろしますね。そこから肩の付け根から腕をブラーン、手のひらパッと開きます。そう、親指の付け根をグッと天井に引き上げるように、手のひらで天井を押すように、もう一個親指の付け根をぎゅーっと開きます。そう、でゆっくり戻して肩の血の流れ感じていきましょう。一呼吸。さあでは両手を床、四つん這いになります。またブロックね、使って開いていきましょう。さあでは肩が硬い人は低く、大丈夫な人高く、オンラインの方、ブロックない方は床もしくはテーブルの上もしくは壁を使いますね。では右の肘をブロックに乗せて、右手首筋肩にタッチです。お尻を後ろに引きながら脇開きましょう。左手握り拳を作ったら、握り拳の上におでこを乗せて、二の腕は脇の開き感じます。伸びてるな、気持ちいいなってとこで呼吸。
そうでっくり肘引きながら起き上がっていきましょう。反対側いきますね。左の肘を乗せて手軽く首筋肩にタッチ、お尻を後ろに引きながら脇開きます。右手握り拳を作ったら握り拳の上におでこ、そうでゆっくりと引き寄せて戻ります。そう、吐いてリラックス。さあでは両肘が乗せれる方、両肘乗せてみましょう。手合掌します。お尻後ろに引きながら胸と顎を床の方に近づけながら合掌の手、頭の後ろ。さあ脇を少し開きながら少し動かしながらストレッチ。ちょっとね、きつくなります。きつかったら動かさなくていいです。そう、でゆっくりと肘を引きながら起き上がっていきましょう。さあ、ではブロックを避けた状態で四つん這いになります。さあ、では両肩の下に両手首、足は腰幅、左足を後ろにスッと、後ろに伸ばしたらスルスルッと横にスライドです。そう、そのまま右手を軸に左手を天井にアップして、さあ胸気持ちよく開きましょう。吐いて下ろして一呼吸。さあではこのまま右手の甲が床、手を前にスッと伸ばしたらお尻を引いていきます。さあ、こめかみのあたりを床につけながら体側脇の伸びを感じていきましょう。さあ、少し体の重さをね、使いながら後ろにぐっと引いていきます。そう、ではゆっくり手で床を押しながら起き上がります。今度は右手を真横、肩の付け根を床につけたら右のほっぺたと耳が床につきます。でこの時点でもすでに肩周りきついなって方、このままでいいです。もう一ついける方は少し後頭部を転がすようにしながら左上天井を覗いていきましょう。首筋ね、少しマッサージ入れていきます。ちょっとねきつくなりますよ。きつい人無理しなくていいです。少しずつ首を動かしながら天井を覗ける方、天井を覗いて後頭部転がしながら天井を覗いていきます。首筋伸びてるなってとこでキープ。もう一ついける方、目線左上天井。さあ、目玉をぎゅーっと動かして天井をにらんでいきましょう。目の周り筋肉にね覆われてます。しっかり目をぐっと動かすことで目の筋肉のマッサージ、目の疲れを取ってくれます。さあ、天井を睨みます。ぎゅーっと。もう一ついける方は後頭部後ろ側覗くくらい見えなくていいので、後ろを見よう見ようとして目をもう一個動かしてみましょう。そう、ではゆっくりと手で床をしながら起き上がってきます。さあ、少しね目がすっきりした感じと肩がすっきりする感覚があるかなと思います。ではこのまま立て膝、膝がきつかったらマットを折りたたむか、もしくはブランケットとかをね膝の下に置いておきましょう。ではその体勢のまま右手をアップします。吐いて体側脇腹ぎゅーっと伸ばして、パリガーサナモンのポーズ。そう、もう一回一呼吸して、もう一回行きましょう。上にアップ。さあ、今度は左手で右の手首をつかんで、もう一つ縦に伸びて体側脇腹ぎゅー。そう、戻って一呼吸。では左足を股関節開いた状態、直角にしますね。でこのまま左手を軽く膝の上に乗せたら、ちょっと外側に押しながら軽くストレッチ、
股関節がね刺激されますね。この辺が伸びてるな、気持ちいいなってところ、そう、少し踏み込むようにしながら股関節動かしていきます。そう、さあではゆっくりと足を元の位置に戻して、そのまま四つん這いに戻りましょう。さあ今度反対側いきますね。右足を後ろに伸ばして足スルスルっと真横です。さあでは左手を軸に右手を天井にアップして、さあ胸を気持ちよく開きましょう。そうでゆっくり右手が床です。今度は左の手の甲を床につけて、手を前にすっと伸ばしたらお尻を引きながら最側脇腹気持ちよく伸ばします。左手ほっぺた耳を床につけて、体の重さで体側の伸びを感じていきましょう。そうではゆっくり起き上がってきます。さあ今度は左手を真横、肩の付け根を床に押し当てながら左のほっぺた耳が床です。結構ね左右差あるのでそこも観察、後頭部転がしながら天井の方を覗いていきましょう。首筋のマッサージですね。さあ天井を見れる方は右上天井を睨みます。ぎゅーっと目玉を動かしてあげて、さあ上を睨んでいきます。ぎゅーっと、さあもう一ついける方、後頭部の後ろを覗き込もうとして、見えなくていいので見よう見ようとして目を後ろにぎゅーっと動かしてみましょう。目の周りの筋肉のマッサージ、そうでゆっくりと戻して一呼吸。さあ起き上がっていきましょう。ではつま先押しながら縦膝です。右足を横に開いて股関節足直角にしてみましょう。結構ねこれ左右差あったりするかなと思います。そのまま右手で軽く外側に押しながら少しストレッチ、股関節が伸びてるな、気持ちいいなってとこで呼吸。そうでゆっくりと足を戻して四つん這いに戻ります。さあでは手で床を押しながらお尻を上げてダウンドッグになりましょう。アドムカシュバナサナ、背中を高く上げていきます。ダウンドッグ苦手な方は犬や猫がこう少しね伸びをする時のようなイメージ、手のひらはしっかり開いてマットを前に押して、足踏みしながら太ももの裏側ふくらはぎマッサージ、さあでは両手の方に歩いて戻ります。さあマットの前まで戻ったら吸いながら指先を立てて前を見ましょう。アルダウッダーナーサナ、手が床につかない方足のすねでいいです。吐いて前屈ウッダーナーサナ、膝曲げていいです。両手足の横、頭ぶら下げましょう。ウッダーナーサナ、手のひら床です。吸いながら両手を長く天井に合掌、このまま手をバッテンして手のひらと手のひら、腕を縦にぐっと伸ばしたら耳より後ろに手を持ってきます。お腹軽く引き締めて右側に側屈、反対側左側、
そう、正面戻って手入れ替えましょう。もう一つ縦に、そう、右、そう、左、そう、タダーサナ、山のポーズです。そう、では吸いながら両手を長く引き上げてお腹を伸ばしていきましょう。胸気持ちよく開きます。吐きながら前屈両手床、ウッダーナーサナ、左足を一歩後ろ、左の膝とすねをつけたら指先を立てて前を見ます。右足後ろ、ダウンドッグ、犬のポーズ、体スライド、ダンダーサナ、板のポーズです。膝を下ろしてお尻後ろ、チャイルドポーズ、手で床を押してダウンドッグに戻ります。両手の間に右足を一歩、足が一歩で届かない人は手でサポートして両手の間に持ってきます。左の膝とすねをつけて指先立てて前を見て、左足が前前屈、ウッダーナーサナ、手のひら床、吸いながら両手を長く引き上げて胸気持ちよく開きます。吐いてタダーサナ、山のポーズ。反対側、吸ってアップ、吐いてダウン、右足後ろ、吸って指を立てて前を見て、そう、左足後ろ、ダウンドッグ、体スライド、ダンダーサナ、板のポーズ、膝を下ろしてお尻後ろ、チャイルドポーズ、手で床を押してダウンドッグに戻ります。両手の間に左足を一歩、一歩でいけないときは手でサポート、右の膝とすねをつけて前を見て、右足が前前屈、ウッダーナーサナ、手のひら床、吸いながら両手を長く引き上げて吐いて山のポーズに戻ります。今度は両手を大きく開いて天井に合掌、大きく開いて前屈両手床、ウッダーナーサナ、吸って指先立てて前を見て、両足後ろ、ダンダーサナ、板のポーズ。今度は板のポーズ、プランクポーズです。お腹使いましょう。膝を下ろします。脇をキュッと締めて、このまま胸と顎を床に下ろします。お尻とお腹は浮いてますね。そう、そのまま体スライド、胸の横に手を置いて、吸ってブージャンガーサナ、コブラのポーズ、吐いてダウンドッグに戻ります。アドムカーシュバナーサナー。さあ呼吸しましょう。頭はぶら下げて足元見て、手のひらはしっかり指先開いて、マットを前にぐっと押します。頭少しリラックスするように、かかとつかない人はつま先立ちでいいです。膝伸ばしましょう。そうでは吸いながら両手の間に戻ります。指先立てて前を見て、吐いて前屈、ウッダーナーサナ、手のひら床、吸いながら両手を長く天井に合掌、吐いてタダーサナ、山のポーズ。吸ってアップ、吐いてダウン、吸って指先立てて前を見て、両足後ろ、ダンダーサナ、板のポーズ。膝、胸、顎、吸ってブージャンガーサナ、コブラのポーズ。吐いてダウンドッグに戻ります。アドムカシュバナーサナー。さあ手のひらしっかり指を開きますよ。指5本の指をしっかり開いてあげて、さあ人差し指の付け根を床をぎゅっと押すようにしてみましょう。すると指がね、開きやすくなりますね。首と肩がすくまないように耳と肩を遠ざけて、鼻から吸って鼻から吐いてをしっかり繰り返します。さあでは右足を天井にアップしましょう。アップできたら膝を曲げてかかとお尻、右の脇から天井、そうでゆっくり戻します。反対側行きましょう。左足をアップして、
膝曲げてかかとお尻の方、左の脇から天井。そう、で、ゆっくり戻して一呼吸。両手の間に右足を一歩。左足がマットです。右手を床につけたまま、左手天井にアップしましょう。左手耳の穴に蓋をするように、体側脇腹ぎゅーっと伸ばします。そう、今度左手床、左のつま先を立てながら、右手天井にアップ。そう、でゆっくり右手床。そう、そのまま左のつま先ぎゅっと押したまま、両手天井、ハイランジのポーズです。ぎゅーっと。胸開きましょう。さあ、このまま膝を下ろします。足の甲を床、手を結んで天井に向かってくる。このまま下半身前、上半身後ろ、アンジャネーアーサナ三日月のポーズ、骨盤底筋を鍛えてくれるポーズ。胸気持ちよく開きます。そう、でゆっくり胸元で合掌しましょう。左の肘と右の膝をタッチ、押しながらツイスト。さあ、いける方は左のつま先立てて膝を床から上げます。きつい人下ろしたままでいいです。どっちでもいいです。そう、でゆっくり手を床、右足後ろ、ダウンドッグに戻ります。さあ、反対側行きましょう。両手の間に左足を一歩、右足をマット、左手を軸に右手を天井に。さあ、耳の穴に蓋します。体側脇腹ぎゅーっと。そう、右手が床、右のつま先立てて左手天井にアップしましょう。そう、左手床。さあ、足の土台使って起き上がります。ハイランジのポーズ、ランジのポーズ、つま先立てて足の土台しっかりです。そう、そのまま膝を下ろして、足の甲を床、手を結んで天井に向かってくる。下半身前、上半身後ろ、アンジャネーアーサナ三日月のポーズ、骨盤底筋を使っていくポーズ。胸元で合掌、右の肘と左の膝をタッチ、押しながらツイスト。そう、きつい人膝を下ろしたままでいいです。もう一個いける人、つま先立てて床から膝を上げてみましょう。そう、両手床、左足後ろ、ダウンドッグに戻ります。アドムカシュバナーサナー。さあ、両手の間に右足を一歩、左足マット、左手くるっと回してウォーリアーズ戦士のポーズ2番です。指先見ましょう。指先見ますよ。右の指先を見ます。そう、そのまま右手太ももの上、左手体側長く、体側脇腹気持ちよく伸ばします。そう、左手太もも、右手で空気をすくってリバースウォーリアー。そう、ではウォーリアー2から右足をまっすぐ伸ばします。このまま体横にスライド、右手が足のすね、左手天井にアップ。指先見ましょう。トリコナーサナ、三角のポーズです。さあ、では左手を足の内側に下ろします。手が床にタッチしにくい方はブロック使いますね。手で床を押しながら右手を天井にアップ。パルブリッタートリコナーサナ、ひねりを加えた三角のポーズ。さあ、では両手足の横、吸って胸を開いて前を見て、吐いて右足に向かって前屈、パールシュボッタナーサナ、前屈のポーズ。そう、ではその体勢のままゆっくりと左の膝を下ろして後ろに引いていきます。お尻一回下ろしましょう。足先フレックス、骨盤がこうやって寝てしまうとしっかり立ち上げます。吸いながら両手アップして、吐いて体を前に倒して前屈、足の裏つかめる方つかんでみましょう。
そうで、ゆっくりと起き上がってきたら右足を少し引き寄せて両手で足の裏側つかみます。足の裏側持ち上げながら吸って背骨引き上げて、ゆっくり足の裏で手のひらをキックしながら太ももの裏側ふくらはぎ伸ばします。きつい方ね、ちょっと膝曲げててもいいです。足が伸ばせてる方、もう一つ背中をギュッと引き上げて、肘を横に引きながら足のすねを顔に近づけてみましょう。クラッチャーサナ。では右足を左の太ももの上に乗せます。そう、乗せられたら右手を後ろに回して、手で足がつかめる人をつかみますね。後ろからと肩がね開きますね。つかめない方は腰に手を添えておいて大丈夫です。さあ、左手は右の太ももの上、吸って背骨引き上げて、吐いてツイスト。そう、ではゆっくり正面。ではその体勢のまま一度手を離したら、左足を右足乗せたまま左足を起こします。で、行ける人はこのまま両手で足を掴んでバランス取りながら、左足もアップ、バランス。そう、後ろに倒れ、背中丸まると倒れちゃうんで背中伸ばす。そう、では左足を右足の下に、よいしょと、あぐらの状態になりますね。そのまま吸って背骨引き上げて、さあ、お尻の付け根は床にギュッと押したまま、体を前に倒して前屈、腰回りぐーんと伸ばします。そう、ではゆっくりと上半身を起こしたら、足を元の位置に戻してダウンドッグに戻りましょう。アドムカシュバナーサナ。反対側行きます。両手の間に左足を一歩、右足マット、右手くるっと回してウォーリアーズ戦士のポーズ2番。そう、左手太もも体側長く耳の穴に蓋します。そう、では右手太もも左手で空気をすくってリバースウォーリアー。さあ、ではウォーリアー2から左足をまっすぐ、体横にスライド、左手が足のすね、右手天井にアップ、トリコナーサナ、三角のポーズです。さあ、では右手を足の内側に下ろします。手で床を押しながら左手天井にアップしましょう。パルグリッタートリコナーサナ、ひねりを加えた三角のポーズ。そう、では左手足の横、吸って胸を開いて、吐いて軽く前屈、パールシュボッタナーサナ。そう、では右の膝を下ろしながらお尻を後ろに引いて座っていきましょう。しっかり骨盤立ち上げた状態で、前に伸ばした左足はしっかりフレックスにします。そのまま吸って背骨引き上げて、吐いて前屈。足の裏つかめる方つかんで、もう一つ足のすねに向かって前屈していきます。そう、でゆっくり起き上がって、膝を一度引き寄せながら両手で足の裏を持ちましょう。吸って背骨引き上げて、足の裏を天井に向かって伸ばします。ときつい方はね、無理せずにここでキープ。もう一ついける方は肘を横に引きながら足のすねを顔に近づけてみましょう。クランチャーサナ。左足を右の太ももの上にちょんと乗せます。いける方は左手をくるっと回して、この足の指がつかめる人つかみますね。なんかつかめそうでつかめない人、一回こう前屈してあげるとつかみやすくなるのでやってみてください。足のつま指先ぐっとつかんだら左の肩がね開きます。右手を左の太ももの付け根の上、吸って背骨引き上げて、吐いて肩越し覗き込みましょう。ツイストのポーズです。
そう。ではゆっくり正面。では足を一回手を離していいので、そのまま右足を前。さあバランス取りながら右足を後ろ、足の裏側掴める人掴んで、さあバランス取りながら足が伸ばせる方伸ばしてみましょう。片足上がった状態です。背中伸ばして呼吸、背中ね伸ばしておくと後ろに転がりにくいです。足の押す力、引っ張る力で胸をギュッと天井。そう。では右足を左の足の下にしまいましょう。あぐらの状態、吸って背骨引き上げて、お尻の付け根床につけます。吐いて前屈、背中腰回りをじんわり伸ばして、そう。ではゆっくりと押しながら四つん這いを通ってダウンドッグに戻りましょう。アドムカシュバナーサナー。さあでは両手の間に右足を一歩、左足マット、両手天井、ウォーリアー1、戦士のポーズ1番、開きましょう。ウォーリアー2です。右手ひっくり返してリバースウォーリアー。さあでは右手を右足の内側に下ろします。手が届きにくい方はブロック使いましょう。そのまま左手、頭の先、手を伸ばしてパールシュバッコナーサナです。いける方は左手を大きく後ろに回して腰に手を持ってきましょう。右手が足の下から回せる方は手を後ろで回して手と手を結んでバインド、手引っ張りっこしながら左上天井を見るように肩開いてみましょう。胸の開きを感じて、そう。では左のつま先を立てて、目線右足、右手を右足の下から横、左手横、飛行機のポーズ。きつい人は横に、足の上に置いてていいです。いける人は足の下から、そう。では両手足の内側に下ろします。そのまま右足をちょこちょこ歩かせて、そのまま左の膝を床に下ろします。右足、股関節外側に開いてみましょう。そう、いける方そのまま左足を曲げて、右手後ろに回したら手で足の甲をつかみます。じゃあ足の甲で手を後ろにギューッとして、胸開いて天井、そう。ではゆっくりと左足を下ろしたら、右手で右膝を少し外側に押して、ちょっと股関節を開いていきましょう。そう。ではゆっくりと手で床を押して、右足後ろ、ダウンドッグに戻ります。反対側行きましょう。両手の間に左足を一歩、右足マット、ウォーリアー1、戦士のポーズ1番、開きましょう。ウォーリアー2。そう、左手ひっくり返してリバースウォーリアー。そう。ではこのまま左手が足の内側におります。さあ耳の穴に蓋をしましょう。パールシュバッコナーサ。右手を大きく後ろに回して腰に手を持って、左手が足の下から回せる方は手と手を後ろで結んでバインド、手引っ張りながら右肩開いて天井を見てみましょう。そうで、いける方体勢低く左足見ます。つま先立てて、左手が足の下から横、右手が横、きつい人は足の上で左右開いて飛行機のポーズ。そう。では両手足の内側、右の膝を下ろします。左足を少し開いて、右足をくるっと曲げましょう。左手後ろから回したら手で足の甲をつかんで、そのまま天井を見ます。ちょっとね、太ももの付け根、腸腰筋伸ばしていきましょう。そう。では足を離したら、左手で膝を軽く外側に押しながら少しストレッチ、きつい人無理しなくていいです。そう。では手で床を押して、左足後ろ、ダウンドッグに戻りましょう。
アドムカシュバナーサナ。両手の間に右足を一歩、左足マットウォーリアー1、ウォーリアー2。右足を軸に左足一歩前、右手肩の下にブロック、もしくは指先カップハンズ、どっちでもいいです。右足に乗っかって左足をスッと上げて、安定できたら骨盤をくるっと横に開いて、骨盤同士をしっかり積み重ねますね。左手鎖骨にタッチしたら、スルスルっと肩の端っこまで手を滑らせて、肩の延長上から左手伸ばしてみましょう。アルダーチャンドラーサナ、半月のポーズ。右足の床を押す力と横にキックする力と上に伸びてる力をしっかり分散させるとバランス取りやすいです。もう一ついける方、左足を曲げて手で足の甲をつかんで、足の甲で手を後ろにギューッとして、もう一つ鼠径部開いてみましょう。そう、では目線右手、右膝軽く曲げながら起き上がってこれる方、右足に乗っかって起き上がってきます。で、足がね、パカパカグラグラしやすくなるので、どうしてもこうやってグラ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 しちゃう人、一回足を下ろして落ち着いてから左足を持ちます。右手天井、手が前、足が後ろ、キングダンサーのポーズ。そう、でゆっくり足を後ろにスッと戻して、ウォーリアー1、両手床ダウンドッグに戻ります。反対側行きましょう。両手の間に左足を一歩、ウォーリアー1、ウォーリアー2です。さあ、左足を軸に右足一歩前、左手肩の下にブロック、もしくは指先カップハンズ。そう、ちょっとね、離したところに置いてあげるとバランス取りやすいです。骨盤をくるっと横に開いて、鏡の方に向かってお腹見せていきましょう。さあ、右手鎖骨にタッチ、肩の延長上から右手を上げます。アルダーチャンドラーサナ、半月のポーズ。指先見れる方、右の指先を見ます。さあ、右足曲げてみましょう。右手で足の甲をつかんで、足の甲で手を後ろにギューッとして、バランス。さあ、では左手を見ます。左の膝を軽く曲げながら、片足持ったまま起き上がれる方、起き上がります。ぐらぐらパカパカする方は、一回足を下ろして、ここで合流。左手天井、手が前、足が後ろ、キングダンサーのポーズ。そう、でゆっくり足を後ろにスッと戻して、ウォーリアー1です。両手床ダウンドッグに戻りましょう。アドムカシュバナーサナ。さあ、一度鼻から大きく吸って、思いっきり口からはぁ。さあ、では体をスライド、板のポーズ。膝を下ろして、お尻後ろ、チャイルドポーズ、バラーサナ。さあ、ではゆっくり頭、最後になるように起き上がってきましょう。お疲れ様でした。さあ、では両足を投げ出して仰向けになります。さあ、仰向けになったら膝を丸めて小さくなりましょう。今日使った背中や腰周りをコロンコロンとマッサージ。足の裏を天井に向けます。膝をちょっと開いたら、両手で足の外側から足の裏を引っ張りましょう。膝を脇の方にぎゅーっと引っ張りながら、股関節が開きます。ハッピーベイビーポーズです。赤ちゃんがベッドでゴロゴロしている時のようなポーズ。女性にすごくいいポーズですね。お尻の付け根が床から浮いてしまう方は、お尻の付け根を床にギューッと
押し当ててからもう一個足の裏引っ張ります。腰がね気持ちよく伸びるのを感じて、吐いてリラックス。さあでは手と足天井を脱力しましょう。ブラブラブラ、脱力脱力脱力、吐いてリラックス。両手で膝を抱えて、おでこと膝ぎゅーっと近づけてガス抜きのポーズ。吐いてリラックス。さあでは足を投げ出して、手のひら天井に向けて目を閉じて、最後のリラクゼーションシャバーサナ、屍のポーズでお休みしましょう。お疲れ様でした。さあシャバーサナね、死体のポーズ、屍のポーズです。寒くなりそうな方ね、スタジオの方はブランケットお腹にかけましょう。手元にねブランケットなくて欲しいなって人はね手挙げてくださいね。床暖はねついてます。大丈夫ですか。
さあではゆっくりと意識をマットに戻しましょう。手の先と足の指先握ったり開いたりしながら少しずつ力を入れます。一度手と足をぎゅっと握って吐いてリラックス。今度は朝起きた時のように気持ちよく伸びをします。吸いながら両手両足ぎゅっと伸びて吐いてリラックス。膝を丸めて小さくなります。背中腰回り前後左右に揺らしてコロンコロンとマッサージ。タイミングがいいところで右側にコロンと倒れたら肘と手を使ってゆっくりと正面に戻ってきましょう。今日はご覧になっていただきありがとうございます。ノアチャンネルの登録ぜひよろしくお願いします。